どうもしげしげです。本日はメインアカウントで龍ヶ峰リムル編成使っていきたいと思います。この編成なんですけど、リムル1体しか持っていないよっていう方に結構おすすめで、まあ、龍ヶ峰が出てきたことによって、まあ、固定リラチェンみたいな、まあ、リーダーと一番右のサブを入れ替えるってやつなんですけど、これが使えますと。でこれによって何ができるかっていうと、すごい水ドロップの供給が安定した変身リムル変身リムル編成が組めるようになりましたと。まあ本来だったらその究極リムルをリラチェン乗っけてとかになって、サブに変身リムルがいてフレンドを変身リムルでみたいな形の運用で水ドロップを大量供給しながらっていう編成が強いんですけど、自陣リムル1体しか引けなかったので、龍ヶ峰が出てきたことによってやっと動画が出せます。まあそれ以前もね、頑張って出そうと思えば出せたんですけど、あんまりこう納得いくしっくりくる編成が組めなかったんで出していませんでした。はい、それを置いといて一旦立ち回りを見ていくと、1回でねリムドラを1回使っておくことによって、ここで、操作時間を取り返す方のスキルが使えるので、これで2回対処していきます。で、はい、リムルを2発使ってリムドラを使うと、まあこれ使う順番はね状況に応じてなんですけども、はい、めちゃめちゃ水ドロップの、生成が供給が安定するというところで、まあ、無効貫通も組めますし、まあ、大ダメージにつながっていくのかなという感じです。はい、こういうところもね、かなり強みっていうのは発揮できるんじゃないかなと思います。花火からの、これリムドラ使った方が良かったのかな。まあちょっとこれの正確な生成個数みたいな、どっちの方が期待値がでかいかみたいなのは、一旦置いといて、はい、ここ中盤ですね。まあロック目覚めかかっていて、リムルはロック解除がついていないので、L 字を一回組んでおくといいんじゃないかなというところです。まあ、立ち回りはぼちぼち口頭で喋っていくんですけど、編成ですね。はい、まあ、リムドラ2体入ってっていう感じの編成で、あとはオリーで76起動と覚醒無効とか回復していくのと、龍ヶ峰ですね。まあ、このキャラの変身後のスキルとしては76マスとか全員の攻撃力2倍とかルーレット生成とか一応あるんですけど、まあ、そんなに頻繁に使うものじゃないので、後ろにミナカの武器でダブル吸収無効を搭載しているという感じですね。ミナカの武器は本当強くて、同時に軽減腫れたりとか、覚醒では HP 漏れたり、泥鏡漏れたり、指も漏れるんで、めっちゃ強いと思います。はい、ここの5回がちょっとまたややこしいところなんですけども、まず1回目。まあ、生成量をちゃんと見た上で、これはフレンド使ってないパターンですね。水をある程度生成して、L 字でアシスト無効を回復していきます。で、2ターン目以降は、普通に超根性発動させちゃっていいので、リムル2発使いました。リムドラからのリムル2発で、水の無効貫通組んで、まあ、しっかりコンボも重ねてという形で、はい、超根性発動までいきます。で超根性後に、覚醒無効からの、ジャッカドロップの目覚めと超暗闇が来ますと。覚醒無効食らってるんでね、この暗闇は食らってしまうんですけど、オリーはドロリフがついてるので暗闇を消すことができます。素晴らしいです。で、はい、リムドラはしっかりね、ループしながら、まあこのね、リムルを2発使うっていうのも、水が多すぎちゃう時もあるので、まあ、片方しか使わない時もありますが、今のはミスで、リムル片方に抑えるなら、リーダーの方の使った方がいいです。うん、乱入に関しては通貫です。はい。リムルのスキルが自分と助っ人のダメージなので、まあ、リーダー側でできたら使いたいんですよね。リーダー側というか、まあ、フレンド側以外で、助っ人側以外で使いたいんですよね。なんで、片方だけ打つときは、リーダーの方を使うといいと思います。はい。そんな感じで、ここね、6階に関しては、サラスパーティーだったら耐久してからのオリーで間に合うと思います。アリアンロッドは追加攻撃を忘れずにということなんですけど、追加攻撃ね、これリーダースキルに固定追撃がついていないので、
サブのリムドラに、超覚醒追加攻撃を持たせているという編成になっております。まあ、これのメリットも一応あって、まあだからそれこそリムルがこの形態でしか採用できていないというか、まあこの形態で採用しているので、あのシールド破壊のねスキルが当然できていない形になっております。追加攻撃の覚醒にね、先日のアップデートでシールドに 20% のダメージが入るようになったので、まあボス戦とか見ていただければわかるんですけど、ダメージがねごっそり入る形になっております。はい、ここのフロアですね、みなかぶき貯めて突破する形です。エスカマリだった場合は追加攻撃忘れずにと。で8階に関しては、はい、吸収がそのまま継続してあるので、みなかぶき使ってたらそのまま突破してほしいで、使ってなかったら使えばいいと思います。突破できると思います。はい、相手貴族性ですが、一旦ここで火力見ましょうか。右4分割で、うち1個無効貫通と。はい、もうリラフレがね、70億3属性、がまあリラフレなので、それだけで、3721だね。210億が2体、420億。で、サブのリムドラに関しても42億出てたと思うので、ね、はい、めちゃめちゃ火力が出てるので、持続性でもワンパン余裕という感じです。はい、で、高み結びに関しては、オリーで、まあ、追加攻撃も忘れずに。まあ、忘れずにというか、リムドラ結局使うんで、生成の仕方をリムル、リムル、リムドラみたいな形にしてあげると、回復盾が保証されていると。でもうそこいじらなければいいので、はい、それでいいんじゃないかなと思います。で、ここですね、また吸収が来ているというフロアなんですけども、まあそれこそね竜ヶ峰の後ろにしかないので、ここの吸収は捨てです。耐久をしっかりした上で、属性吸収はね関係ないので、このまま超根性発動まで行くという形です。で、超根性後にはオリーを使わされるんですけど、この後のフロア安全に行くなら貯め直した方がいいと思います。紙結びかな、もう一回消せない、回復消せないをしてくるフロアがあるので、そこをしっかりケアするなら、ここをオリー使った後にまあちょっと耐久してからの突破がいいんじゃないかなという感じですね。このねレベル15に関してはね、ダブル吸収的なところと覚醒無効消せないみたいなところがね、頻発する流れというか、まあこの辺もランダムなんですけどがあるんでね、うん、ちょっといやらしいっすよ。はい、ここが11回です。マッハね、根性持ちですので追加攻撃を忘れずに。まあこのねスキルの使う順番はさっき言ったのと違うんですけど、画面に回復がいっぱいある状況だったらもうむしろね多すぎてもあれなんで、まあ、水ドロップが多い方が火力は伸びるので、はい、まあ、使う順番はね本当にその時その時で変わってくるのかなと思います。で、はい、12階なんですけど、まあ、ここもまたスキルどう使おうかっていうフロアになってるのかなと思います。まあ、竜ヶ峰のスキルをそのまま使うパターンで言うと、5ターンのダメージ吸収無効、吸収無効じゃない、ダメージ吸収を無視して耐久。で、超根性発動後に竜ヶ峰で盤面すぐ戻して、すぐ突破してっていうのができます。ただこのルートで行くと、残りの吸収2ターンの時に、ミナカ武器が溜まり直すので、それでダメージを与えてっていう形をとっております。まあ、好きな方、好きなルートを選んでください。2パターンあるかなと思います。はい、ここで、竜ヶ峰の後ろのミナカ武器を使ってあげて、こっちにね、ダメージが通る状況になっているので、はい、しっかり火力を狙いに行きます。これでね無効貫通してあげて水分カットして、これで半分ごっそり削りますと。でさっき言った通り盤面縮小が入るので、まあ、本当はここでね、
龍ヶ峰使いたい気持ちもありますが、はい、これを受けてポリーで消せないを回復して、まあ、ここからでもね全然耐久ができるのでリムル使ってあげて、まあコンボしていくという形ですね。まあそれこそ盤面の縮小も3ターンなのでそれくらいの耐久はできるし、まあ落ち込んなしもなくなったので落ち込ん振ってくれればそれはそれで突破できるしという形ですね。はい、これも普通にダメージ入ってるんで、まあ、もう一発で落とせるかなという感じです。この5コンボ現象はさすがに無理です。無理なので、まあ、ここ乗り切ったらもう盤面戻るという感じですね。なんで、その後そのまま突破するという流れです。まあこのね殴り合いが強制される、まあ綺麗に倒そうと思えば倒せるパーティーもあると思うんですけど、耐久が強制されてもね、しっかり耐久するだけのスペックのあるリーダーであると、組み合わせであるというのはだいぶ証明できてるんじゃないでしょうか。であとはボス戦ですね。ボス戦に関してはまあシールドぶっ壊した後にこの編成であればシールドない状況であればワンパンすることが可能となっておりますので、まあ、追加攻撃絡めながらまずはシールドをぶっ壊しましょうという感じです。これ追加攻撃どうなんだろうな、まあ、もうちょっと上手いことダメージ計算してあげれば1回のパズルでシールドぶっ壊せるのかなっていうのはあるんですけど、これねもう1回パズルが必要だったんですよね。はい、20% のダメージが入ってこのダメージにしてちょっと惜しかったですね。もうちょっとなんかしたいところはありました。まあただもうねほぼ勝ちは見えておりますが、ここでもう一回、まあ、軽く分割してあげればいいんですけど、まあ、しっかり組んでもよしということで組んであげてシールドを壊して、あとはもう最大盤面なんていうの最大火力一番いい形で組んであげれば削り切れるだけの火力が出ますと、ね、はい、リラフレも使ってあげてこれで無効貫通と分割で組んでいきます。もうちょっと組めた気がする。はい、こんな感じで楽にクリアできますので、龍神で引けた方、リムル一体所持の方使ってみてください。本日は以上です。さよなら。